はい、皆さんどうも、安でございます。今回レビューするアイテムはですね、はい、こちらVIMの新作シャツをですねレビューしていきたいなと思います。まあ、こちらのアイテムなんですけれども、前回リリースされました VIM24 年サマーコレクション第1弾で販売されたアイテムとなっております。まあ、第1弾のリリースはですね、まあ、韓国のセレクトショップ無審査とのコラボということもありまして、まあ、そこまでねこのアイテムに対しての焦点があっていなかったとは思うんですけれども、まあね、新作のアイテムということで今回ねしっかりレビューをさせていただきたいなと思います。こちらのアイテム気になっているという方はぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。それでは行きましょう。はい、というわけで改めまして、今回レビューするのはウィムリドムからリリースされましたテンセルデニムヴィンテージシャツでございます。価格が5500円で、サイズが S から L の3サイズ、カラー展開がグレー、チャコール、ブルーグリーンの3色展開となっております。で、現在の販売状況なんですけれども、まあ、撮影している現段階ではですね、ブルーグリーンの S サイズのみ完売となっております。はい、それではね早速レビューに入っていきたいなと思います。まずは生地ですね。こちらのアイテム素材はこのようになっております。はい、で、まあ、今回ねこちらのアイテムに使われている生地は再生繊維セルロースということで、まああまり聞き馴染みのない生地かなと思います。まあ、再生繊維って聞くとね、なんかリサイクルでできた生地みたいな感じがするんですけれども、一応ね分類としては、まあ正確には違うんですけれども、一応化学繊維として分類することもできる生地にはなっているんですよね。作られる工程としては、まあセルロースっていう植物が原料の素材を一度溶かして繊維状に再生させるっていうことから、まあ再生繊維と言われております。で、まあその工程はですね、まあ、結構人の手が入っていたりもするので、まあ化学繊維としても言えるよねという感じになっております。なので、まあ一応セルロースっていうのは、まあ生地の名前ではなくて、まあ原料、まあ元々の素材という感じになっていて、まあ生地としては一応今回商品名にあるテンセルが使われております。なので、まあちょっとややこしいんですけど、まあ詳しい表記をするのであれば、セルロースを素材としたテンセル生地っていうのがね、まあ正確な情報になるのかなと思います。まあセルロースって他にも結構いろんな生地に分岐することができるので、まあ他にあるとしたら、まあよく聞くレーヨンとか、あとはキュプラとか、あとあんまり聞かないと思うんですけれども、ポリノジックとか、なんかそういう生地にも原料として使われるみたいです。なので、まあ今回、まあ商品名にもあるし、一応商品説明にも書いてはあるんですけれども、まあ素材の表記としてはね、もうちょっと詳しく書いておいた方が、まあ、わかりやすいのかなとは思いました。はい、まあね、ちょっといろいろ言いましたけれども、まあ今回ね、使われているのがテンセル生地ということで、まあテンセル生地の特徴としては、まあ、生地が柔らかいであったり、あとは光沢感があるとか、他にはね、伸縮性であったり、保湿性が高い生地と言われています。まあ生地のね、特徴をね、軽くお話しさせてもらったんですけれども、まあ実際の生地はどうなっているのかということでね、はい、生地の映像を見ながら詳しくお話ししていきたいなと思います。生地の映像がこちらです。まあ僕が思った生地の印象としてはですね、結構しっとりした感じで光沢感のある表情になっているのかなと感じました。触り心地もですね、かなり柔らかく滑らかな感じになっておりまして、まあ心地のいい触り心地になっています。で、今回のアイテムはヴィンテージ感が出るように加工して作られたシャツになっているので、色味としてはね、やや色あせたような感じになっています。とはいえね、生地はしっとりしていまして、光沢感、そしてドレープ感のある生地なので、まあ見た目と生地にギャップを感じる、そんな印象を受けています。で、生地の厚みはね、結構薄めなんですけれども、まあデニム生地ということで、まあシアー感のあるような透け感はね、そこまでなかったです。それではこのままデザインも見ていきましょう。全体的にはね、アイテムの端々に結構ステッチが強調されたような作りになっておりまして、まあデザイン的にはワーク感を思わせるような印象がありますね。襟元もですね、なんかバンドカラーにレギュラーカラーを取り付けたような形になっておりまして、まあこちらなかなか面白いディテールが施されていました。で、結構大きめな胸ポケットもついていましたね。まあちょっと縫製が飛び出ているのはいただけないところではあります。ま
無地ですし、パッと見ね結構シンプルなデザインではあるんですけれども、まあ、全体的には結構カジュアル要素が強めかなとは僕は思いました。そして着用エドがこちらです。シルエットはドロップショルダーの効いたルーズシルエット、ゆったりとした印象になっています。で、裾部分にはね緩めのラウンドカットも入っていますね。で、実際にね着用してみると、まあ、生地の質感っていうのがね印象としてはかなり出てくるのかなと感じました。まあ、フロント落としさえするとね結構綺麗めな印象が強く出ますね。なので思ったほどねヴィンテージ感っていうのは出ないのかなと思います。で、着心地に関しましては、まあ、しっとり生地ではありますので、まあ、体に沿うような感じがありますね。まあ、オーバーなシルエットではありますが、肌に接する部分はしっかりラインが出るのかなと思います。肌離れとかはねそんなに良くないので、まあ、リネン素材とかねカラッとした感じの生地とは真逆に位置する生地になっています。はい、それではね次はこちらのアイテムを使っていくつかコーディネート組んでみようかなと思います。コーディネートがこちらです。はい、それではコーディネート紹介やっていきたいなと思います。まず1コーデ目はこちら、リラックス日常アウトフィットということで、ワイドデニムと合わせたリラックスコーデでございます。まあ、ポケットの存在感も結構大きくて、まあ、ワーク感強めのアイテムではありますので、まあ、デニムとの相性は結構いいのかなと思いました。で、スタイリッシュさもね出してみようと、フロントはタックインしてこなれ感を演出しております。よかったら参考にしてみてください。はい、お次はこちらですね、オフィスカジュアルを意識した切れ目コーデということで、ジャケットと合わせてみました。まあ、黒統一でね大人っぽい感じを作りつつ、腕はちょっとまくって抜け感、そしてアクセを強調したスタイリングにしてみました。まあ、結構ね暑くなってきているので、まあ、ジャケットを着る機会は少なくなってきているとは思うんですけれども、まだねちょっと夜とかは肌寒い時があるのかなと思いますので、ディナーデートとかでやってみてはいかがでしょうか。はい、というわけでお次はこちら、アウトドアスタイルということで、まあ、カーゴパンツそしてブーツとも合わせてみました。こちらのコーデではですね、足元にボリュームを持たせて、まあ、今回のシャツのドレープ感っていうのをね強調してみました。まあ、今回のアイテムは体のラインを拾いやすい生地ではありますので、まあ、結構緩めのコーデではあるんですけれども、足元にボリュームを持たせることでなんとなくスタイルがよく見えるのかなと思います。まあ、この季節はね外を出歩くようなことも多いですし、まあ、ちょっとリラックスしたスタイルもいいのかなと思います。ぜひ参考にしてみてください。はい、お次もですねちょっとカーゴパンツもう一度合わせてみました。こちらですね、まあ、先ほどと比べてより夏っぽさっていうのをね意識して組んでみました。まあ、フロントを開けるのと、まあ、サンダルを組み合わせることで全体的な抜け感を強く出しております。まあ、海辺とかはねやっぱこういうスタイリングが合うと思いますので、まあ、よかったら参考にしてみてください。以上コーディネート紹介でした。はい、というわけでね今回はVIMの新作シャツレビューさせていただきました。最後にですね、まあ、今回のレビューを通して僕が思ったことを言わせていただきまして、今回の動画締めていきたいなと思います。まあ、今回のアイテムなんですけれども、まあ、僕としてはあんまり好きではないですね。まあ、理由としてはね、まあ、生地とですねちょっとこのワークっぽさのあるデザインとのギャップっていうのをいい意味で捉えることができなかったです。僕としてはですね、まあ、やっぱヴィンテージ感のあるアイテム、まあ、デニムというのであれば、まあ、コットンではないにしろ、まあ、もっと武骨な生地の方がね良かったかなと思いましたし、あとねやっぱこのテンセル生地のね光沢感をやっぱ生かすのであれば、まあ、王道のシャツであったりだとか、まあ、なんならね、どっちかっていうと、柄シャツとかの方が親和性は高いんじゃないのかなと僕は思いました。はい。まあね、結構面白いシャツなので、トップスとしての存在感はもちろんあるとは思います。まあただね、結構好みがはっきり分かれそうなアイテムという側面もあるのかなと思いまして、まあ僕はそのあんまり好きじゃない方に寄ってしまったという感じですね。まあこれに関してはね、もう一ユーザー、僕個人としての意見なので、まああまりね、マイナスに捉えず、まあこういう人もいるんだなっていうぐらいで参考にしていただければと思います。以上。はい、というわけで今回の動画以上とさせていただきます。こちらの動画参考になるなと思いましたら、ぜひともグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。他にもね、いろんなアイテムのレビュー動画であったり、インスタグラムとかでも活動しておりますので、よかったらチェックしてみてください。あとね、やってほしいアイテムのレビューも常に募集しております。詳しくは概要欄見てみてください。それではね、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。
では。